はい、どうも、カコタスです。ご視聴ありがとうございます。本日は2月15日、水曜日16時回りまして、お知らせ更新来ておりますので、見ていきます。よろしくお願いいたします。まずは、メンテナンスの情報ということです。アップデートですね。2月の17日金曜日14時から16時まで。はい、アップデートということで、内容が試合時間の短縮。前回ですかね、先週出ていたやつかと思いますが、はい、試合時間の短縮。まあ、試合そのものには影響ないとはありましたけども、いくつかね、修正点があるようです。で、続いて、連盟リーダーの権限自動異常機能を回収ということで、詳細はゲーム内のヘルプをご確認くださいとのことです。あとは、電気通信事業者届け出対応ということで、本対応に伴い、一部のチャットシステムを利用する際には規約に、同意する必要がありますということです。あとは絞り込み機能に限定選手の項目を追加。限定ってのはあれかな？ドリコレドリフェスとかなんですかね？ちょっとわかんないですけども、はい。あとはアイテム詳細に所持数表示を追加。これはわかりやすくなっていいですね。あとはアプリアイコンの変更ということです。はい、続きましては気になるイラストがあります。戦い青き戦士たちキャンペーンということで、日本代表のガチャ、アウェイユニフォームをね、着ている美咲くんと立花兄弟です。で、10連を3回回すと、10連1回分無料ということでね、なんか超フェス、超コレみたいなことをやるようですね。はい。で、2月17日金曜日16時から3月3日金曜日13時59分までということですが、ここに詳細がないので、ディスコードでしょうかね。はい。まあ、美咲くん、あとは立花兄弟。これが、立花兄弟だとどうなんですかね。ゴールデン23なのか、どうかですね。まあ、ライジングサンですと、試合に出ている描写ってのはもちろんありませんので、試合、どうなんですかね。翼くんのね、トレーニング相手として、一応出ては来てますけどもね、試合には出てませんので、ちょっとこの辺がどうなるかというところと、ラインナップ的にはもしかしたらゴールデン23というくくりでね、美咲くんも出てくるのかもしれないですね。まあそうすると、ヘルナンデスのね、ライサンキラーとか、クラブキラーに対して強く出れるキャラクターになると思いますんで、まあそういう意図なんじゃないかなと、ちょっとね、思ったりはしておりますが、ディスコード待ちとなります。はい。続きましては、メダル集めですね。最高の札で黄金世代の新たな可能性ということで、黄金世代メダルを集めて交換所で豪華報酬と交換しようと。ここはタモツくんが書かれてないので、どうなんでしょうか。はい。こちらは2月17日金曜日16時から3月3日金曜日13時59分までとなっております。はい、これに合わせて、ログインボーナスですね。こちらも17日金曜日16時から3月5日日曜日15時59分までということです。でさらにイベントミッションも同じく2月17日金曜日16時から3月3日金曜日13時59分となっております。はい、まあ、日本代表のね、ユニフォーム推しになっているようですね。はい、新しいところとしては以上となります。はい、ディスコード。はい、内容ね、確認していきたいと思います。はい、それではですね、ディスコードが来ましたので、こちら見ていきたいと思います。ディスコードコミュニティの皆さん、こんにちは。今日は今週金曜日リリースの戦い青き戦士たちサッカー日本代表ガチャの選手紹介とバージョン 6.6.0 について紹介します。ということで、まずは選手の紹介です。戦い青き戦士たちサッカー日本代表ガチャ、三崎太郎即OMF 全日本ゴールデン23、立花正夫、こちらは技ですね。OMF DMF 全日本ゴールデン23、立花和夫力 OMF DMF 全日本ゴールデン23。昨年の代表コラボではサッカー日本代表のホームユニフォームを着用していましたが、今回のコラボではアウェイユニフォームを着用して登場します。それでは3人のスキルを紹介します。でスキル内容はリリース時に変更になる可能性がありますということで、まあね、布石を打っているというところでございます。でまず、三崎くんですね。三崎太郎、新規パス必殺技、フライフィード S、最高威力490、消費スタミナ245、あとは華麗なドリブルの S と華麗なパスカットの S になっています。
で、チムスキですね。こちらは超団結、即日本&5人以上。即属性の日本選手が5人以上いると全パラメータプラス 25%。特に渾身の一撃。スタミナが多いほど必殺技力がアップする最大 30%。潜在スキルは、まず絆ですね。即属性の日本選手が2人以上いると全員のパラメータプラス 4%。さらにパラメータダウン耐性が、味方に対するパラメータ低下効果を 4% 軽減ということで上位 8% となっております。ホットライン付与ミサキ。味方のフォワード、オフェンシブミッドフィルダーは、ミサキからのパスを受け取ると、次のコマンド選択時にパラメータプラス 5%。さらに封印無効化が2つですね。自分にかかる必殺技封印を2つまで無効化する。さらにはスタミナ消費量減少ということで、必殺技使用時のスタミナ消費量マイナス 15% となっております。今回のミサキは新規パス必殺技持ちで登場です。スキルはホットライン付与などパスを活かしやすい内容になっています。渾身の一撃と相性の良いスタミナ消費量減少で威力の高い必殺技を出しやすいため、だけでなく、必殺技封印を2つまで無効化できるため、読み合いで不利になる機会を減らすことができます。続きまして、立花正雄、新規ドリブル必殺技、高速ジグザグステップの S、最高威力480、消費スタミナ280、でその他に山猿タックルの S とムササビパスカットの A となっております。チームスキルですね。チームスキルは超団結技、日本&5人以上、技特性の日本選手が5人以上いると全員のパラメータ、全パラメータプラス 25%。特技は、フォワード OMF キラーということで、フォワードと OMF に対してパラメータプラス 20%。潜在スキルですね。絆の方は、技属性の日本選手が2人以上いると全員のパラメータプラス 5%。その他に技属性の日本選手が2人以上いると味方 DMF の自動パスカット時 30% の確率で必殺技が発動する消費スタミナゼロ。必殺技威力アップ、タックルの必殺技威力プラス 10%。さらに、必殺技封印ですね。マッチアップ相手のパス、タックルの必殺技をいずれか1つ封印、発動率 70%。さらに混戦の代償がついております。マッチアップで負けた場合、マッチアップ相手は次の必殺技使用時に必殺技威力マイナス 5%、ゴールキーパーを除く。はい、3人目ですね。立花和夫。こちらも新規ドリブル必殺技、高速ジグザグステップの S、最高威力480、消費スタミナ280。その他にムササビパスカットの S と山猿タックルの A を持っております。チームスキル、超団結、力日本&5人以上。力属性の日本選手が5人以上いると全パラメータプラス 25%。特技は自動パスカット強化。自動パスカット時 80% の確率で必殺技が発動する消費スタミナゼロ。潜在スキルですね。絆は力属性の日本選手が2人以上いると全員のパラメータプラス 5%。必殺技威力アップ、パスカットの必殺技威力プラス 10%。必殺技封印は、マッチアップ相手のドリブルタックルの必殺技を1つ封印、発動率 70%。自動パスカット弱体化。相手チームは自動パスカット強化による必殺技発動確率マイナス 15%。さらに混戦の代償ということで、マッチアップで負けた場合、マッチアップ相手は次の必殺技使用時に必殺技威力マイナス 5%、ゴールキーパーを除くとなっております。昨年リリースされたドリームフェス限定の2人はシューター寄りの能力でしたが、今回はディフェンス寄りの能力になっています。マサオはパラメーターや必殺技力に影響するスキルを多く持っていますが、カズオは自動パスカットに秀でており、少し強みが異なります。1人はドリームフェス限定選手、もう1人は今回のコラボ選手で起用しても、ファイナルスカイラブハリケーンを打てるため、攻守バランスの良いチームにすることもできます。また、2月17日金曜日にリリースされるバージョン 6.6.0 についても紹介します。ということで、アップデート内容ですね。記載がございます。で、こちらに関しても記載内容は予告なく変更になる場合がありますよということで見ていきますと、試合時間の短縮、連盟リーダーの権限自動異常機能を回収、絞り込み機能に限定選手の項目を追加、アイテム詳細に、所持数表示を追加、アプリアイコンの変更ということで、まあ、いくつかピックアップしますよということです。
で、まずは試合時間の短縮。今回のアップデートで試合時間の短縮が行われます。具体的には下記の対応を行いました。試合中ゲーム内の時計の表示進み速度が上昇、下記のタイミングで操作可能な時間を20秒から15秒に短縮ということで、マッチアップ、セットプレー、キッカー選択、 PK、 こちらの時間の進みが早くなるということです。この変更により試合報酬の獲得にかかる時間を短くできるだけでなく、より短い時間で PVP 対戦を遊ぶこともできます。プレイフィールを、損なわずにより気軽にプレイできるようになりましたので、引き続き対戦をお楽しみいただければと思います。続きまして、絞り込み機能に限定選手と項目を追加。ドリームフェス限定、ドリームコレクション限定、皆さんから要望の多かった絞り込み機能を追加します。今回はドリームフェスとドリームコレクションの項目が追加されます。強力な選手の多いドリームフェスとドリームコレクションの選手を探しやすくなりますので、ぜひご活用ください。はい、続いて連盟リーダーの権限自動異常機能を回収。これまで連盟リーダーが2週間以上ログインしていない場合、1、連盟の在籍期間が長い、2、2週間以内のログインがあるというデータをもとに別ユーザーへ自動でリーダー権限が譲渡されていました。バージョン 6.6.0 では1、直近2週間のログイン日数と2、在籍期間の長さを考慮して権限が譲渡されます。この調整によりアクティブでないユーザーに権限が譲渡されるケースが減り、連盟の機能不全を回避できるようになりました。で、最後ですね。アイテム詳細に所持数表示を追加。アイテムを長押しすると表示されるアイテム詳細画面に現在の所持数が記載されるようになりました。アイテムをショップで交換する際などに現在の所持数を確認できるようになります。その他に Android 端末で確認されている試合進行に関わる不具合を一部解消いたしました。普段皆様からいただいている意見を踏まえて、これからも、楽しく快適にプレイできる環境を目指していきますので、引き続きキャプテン翼、戦いドリームチームをよろしくお願いいたしますと、いうことでございます。はい、アプリに戻りました。ということで、三崎くん、立花兄弟に関しては、やはりゴールデン23のキャラクターということです。はい、簡単にね、おさらいですけども、三崎くんは即、で、OMF 限定です。マサオは、技で、OMF と DMF ですね。カズオは力で OMF と DMF ということです。はい。で、ミサキくんに関しては、まず新規のパス必殺技、490のパス技ですね。フライトフィードですね。というのを持っているということです。で、こちらは、パラメータダウン耐性がね 4%、まあ、絆も 4% ということで、まあ、上下 8% ね、というところですね。で、渾身の一撃とスタミナ消費量減少があって、渾身は 30% ですね。スタミナ消費量減少がマイナス 15% で、あとはホットラインが、味方のフォワードと OMF に対して、コマンド選択時にパラメータプラス 5% ということと、あとは、フィム効果が2つとなっております。はい。で、マサオくんが、まずドリブルですね。高速ジグザグステップという480力の必殺技が新しくついているそうで、特技がフォワードと OMF キラーで、パラメータがね、それぞれプラス 20% と。で、絆は 5%、それ以外には、味方のディフェンシブミッドフィールダーに対してのみですね、DMF の自動パスカット時の、自動パスカット強化というのは 30% の確率で発動と。で、その他に必殺技威力アップで、まあこれタックルの威力が上がるというところと、あとは封印が、70% の確率でパスとタックルの、封印がありますよと。あと、混戦の代償。まあ、前線からね、混戦の代償なんで、ちょっとなかなか難しい部分もあるのかもしれませんけども。はい。まあ、キックオフ時にね、マッチされて、ドンされる、ね、確率というのを少し抑えられる可能性があるのかな、というところですかね。はい。で、カズオくんも、ドリブル。これは一緒ですね。高速ジグザグステップ、480の必殺技を持っています。で、
カズオに関してはパスカットがね、S 技を持っていますよというところですね。で、自動パスカット記憶は 80%、あとは必殺技力アップでパスカットの必殺技力がプラス 10%、必殺技封印はドリブルかタックルのいずれかを封印ということなんで、まあ、守備陣に発動するね、やつです。で、自動パスカット弱体化が 15% と混戦の代償がついていて、マッチアップで負けると、まあ、相手のね、必殺技力がマイナス 5% と、いうことでございます。うん。なんで、まあ、ちょっとね、これは、なんだろう、攻撃的な感じではないので、せっかくね、ゴールデン23ではありますけども、ヘルナンデスに強く出れるような、立花兄弟ではなさそうな気はしますね。はい。まあ、美咲くんはホットラインとかありますんで、フェスのね、美咲くんからは、まあ、場合によっては、入れ替える。ね、パラメータダウン耐性 4% っていうのもありますんで、まあ、状況によってね、使える可能性があるのかなというところですかね。はい。そんなところっすね。あとは金曜日からは、メダル集めということになっておりますので、はい、イベント系はこの辺になっております。はい、そんなところで本日以上で終了いたします。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。